Peggy 16. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新しい新作ゲームの紹介をしたいと思うんですけれども、その名はターミネーターレジスタンスですね。ターミネーター来た、今度はプレデターに続いて今度はターミネーターですよ。どんなゲームかと言いますと、まあ、一言で言うと一人称視点のアドベンチャーゲームなんですね。で、まあ、FPS 視点、一人称視点で、ストーリーは人間 VS スカイネットですよね。ターミネーターの世界観で。なんだけど、注目したいのはターミネーターの1と2の世界観なんですね。あの、最新のじゃなくて、ターミネーター1と2、あの、ジョン・コナーとね、サラ・コナーのお話ですよね。あれ、私ももうターミネーターって言ったらもう1と2だよねってぐらい、1と2のインパクトが強いんですよね。まあ、特に2だよね。2のターミネーターが、シュワルツ・ネッカーが味方になってきた。あの超、ね、もうひたすらキルマシーンとして主人公たちを追ってくるあのターミネーターが味方になったっていうね、2がねめちゃくちゃ熱かったよねっていうのを記憶にあるんですけれども、まあ、そのね、その一番人気のあった1と2の世界観を踏襲したゲームとなっているわけですよ。あのジェームズ・キャメロン監督のターミネーター1と2ですよ。この世界の中、主人公はあれで FPS の視点でね、サバイバルしていくということなんですね。もう熱いだろうみたいな、もう絶対やるし絶対紹介したいなと思ってこれ聞いた時に、まあちょっとね、ゲーム画面とか見たんだけど、予告編とかもすごくよくできてて、思いのほかもう画像とかもいいし、あの1と2 T1 T2 の頃のねあの映像がそのまま出てるみたいな感じ で、開発はなんとあのヒューマンホールフラットのテヨンっていう会社なんですね、ポーランドので。調べたらこのゲーム会社ものすごい数のゲーム出してて、 DS とか Wii とかね、幅広いプラットフォームでゲームを開発しているというね、会社なんですね。東京にも支社があるほど大きいゲーム会社なんですね。で、他にはムーンライターとか、あとヒューっていうゲームとかね、私初めて実況したゲームの一つがヒューなんだけどすごいね、あのシンプルでリンボーとかインサイドみたいなタイプのゲームなんだけど、カラーを扱うゲームで、ものすごいね、新しいタイプのアクションゲームで面白かったんだけどね。まあよかったらずーっと昔のリストにあるんだけど、まあ見ても見なくてもいいんだけどまあそんな感じでね、テヨンっていう会社はね、実は馴染み、皆さんに結構ね、知らなかったけど馴染み深いゲーム会社だと思うんですね。で、そこが今度はターミネーターですよ。T1、T2 の世界を使った、ちゃんとね、スタジオカナルの、あの、監修のもと、ゲームを作ったということなんですね。これはもう楽しみということで、まあ、予告編がありますのでね、早速予告編を皆さんで見てみましょう。それでは予告編スタート。Jacob Rivers, marked for termination. Are you all right, Jacob? We intercepted some interesting data. It turns out you're part of a prestigious group. A group of people that Skynet marked for termination. PK aerial flying by. You need to find a way to get out of there. I want you to take a team of my soldiers and fight your way to Skynet's defense grid. Watch out! More of them up here! It has to end tonight. というわけでですね、もうターミネーターですよ。映像ももうすごいあの頃のVFX にそっくりだよねっていう感じで、もうよく作られてますよね。ロボットたちがあの最新の感じのじゃなくて、あの頃のね、一生懸命あの頃の技術で作った
ターミネーターたちなんだよね。ああ、もうあれがね、いいなーって感じでいいですよ。でも FPS のね、ゲーム画面に行くと、最新の技術を使った感じの FPS にちゃんとなってるんだよね。未来戦、近未来戦というか、そんな感じだよね。で、世界観はさっきも言ってるんだけれども、ターミネーターと、ターミネータージャッジメントデイ2だよね。この2つの映画を元にしたオリジナルストーリーだということなんですね。でも、どっちかっていうと、未来の方の話みたいですね。わかんない。過去にも行くことになるかもしれないんですけれども、未来の方の話で進んでいくみたいですね。主人公たちは、だからジョン・コナーの反乱軍の下で戦っていく一兵士なんだけれども、その一兵士がターミネーターに狙われるようになっちゃったみたいな感じで、でもその理由はわからないと。ね。あの、スカイネット側がなぜかキルリストに主人公を入れたってところからスタートするみたいな感じなんだけれども、だからあれだよね。ジョン・コナーのお父さんのカイルとかとも一緒に戦うことになるのかもしれないし、この女の人がね、綺麗な女の人が上官なんだけれども、どうもこの人にね、部下らしいんですね、主人公は。で、この人について最初戦ってるって感じなんだけど、この人どうなっちゃうのかわかんないけど、ストーリーの進め方によってはこの人も死んじゃうのかもしれないけど、みたいな感じだよね。だからカイルをとにかく過去に送り出さなきゃいけないところでの話かもしれないよねっていう感じですね。まあ多分絶対この辺が関わってくるとは思うんだけどね。いやもうね、サラコナーとか熱いからみたいな、あのムキムキマッチョの女の人って言ったらサラコナーだよねみたいな、あったか女の人のねイメージを作り出したと言っても過言ではないよね。で、舞台はジャッジメントで審判の日から30年後のロサンゼルス、まあ約30年後ってことらしいんですけれども、プレイヤーはスカイネットになぜか脅威として抹殺対象に選ばれたという、そのジェイコブ・リバースっていうらしいんですけれども、女の人だと思うんだけど、男の人なのかな、女の人なのかな、主人公わかんないんだけども、その二等兵ね、二等兵になって戦っていくと。で、ターミネーターに執拗に狙われることになるんだね。だからターミネーターとのバトルになるんだけど、まあ機械との戦争もね起こっていると、レジスタンスとしてね。だからなぜかわかんないけど、この主人公ジェイコブ・リバースは重要であると。まあサラ・コーナーたちとかジョン・コーナーたちと一緒だよね。まあ2ではね、ジョン・コーナーがリーダーになるってわかってるからみたいなのはあったけど、まあ主人公はね、その辺と確実に関わってくる重要なキーパーソンであるということですよね。だ過去とかともね、関わってきてほしいな、みたいな。サラコナー出てきてほしいな、って私思ってんだけど。もうサラコナー超好きだったし、あの、ジョンコナー役の子役の子もね、めちゃくちゃいい味出してて、私大好きだったんだよね。あの辺、ぜひ出てきてほしいなと思うんだ。まあ、オリジナルストーリーってことだからね、エンディングでチラッと出てくるかもね、ぐらいだとは思うんだけれども。まあ、それでもね、それでも未来のあの、ジョン・コナー隊長のもとでね、戦うレジスタンスということで、もうこれは熱すぎるだろうということでね、私もターミネーター1と2見直しましたから、もう見たくなっちゃって、でも今見てもリメイクになってたけどね、ちょっとあの、画像をね、良くした映画みたいになってたけど、今見てもね、全然 OK でしたね、グラフィックとか。うん。で、ゲームシステム自体は、あの、一人称のアドベンチャーゲームみたいな感じで、クラフトをしたり、取引とかあったり、トレードみたいなとかあったり、まあ、買い物だよね、要するに。で、スキルとかレベルアップの RPG 要素もあるということなんですね。だから、主人公を成長させていきながら、みたいなね、レベルを上げてって、いろんな強い武器とか武器、あとクラフトの素材とかね、いろいろ手に入れたりして、みたいな感じみたいですね。で、ストーリーはどんな感じかっていうと、サイドクエストとか、いろんなサイドミッションみたいなとかもあったりして、ストーリーのミッションもあったりしてみたいな感じで、ちょっとオープンワールド的な面もある感じのゲームシステムみたいですね。うん、いや面白そうだなと思って、まあラスアスとかね、で私が想像したのは、予告編から想像したのは、あのメトロエクソダスみたいな感じのゲームなのかなと。あそこまでちょっとオープンワールドはない、マップはねないと思うんだけれども、ちょっとね自由度がある感じ でそのサイドクエストとかいろんなのの進め方によってストーリーがね、若干変わってくるみたいな。そういったところをね、強調して紹介されていますんで、結構ストーリー変わってくるんじゃないかなって印象ですね。あとは、そのミッション中での仲間の生死、助けなきゃいけない、レスキューミッションに出てって、その仲間が死んじゃったとか、仲間のうち何人かしか助けられなかったとかね、なんかそういうのもかなり関わってくるらしいんですね。だから、単純にこのミッションをやったやらないだけじゃなくて、そのミッション内での達成度というか、その成功率みたいのも関係してくるみたいな感じで、エンディングがかなり変化するということらしいんですね。これはなかなかね、面白そうだなと思って、うん。結構難易度上がってきますよね。だから、絶対助けなきゃいけないけど、助けなくてもストーリーは進んでいく。けど、助けるとこのルートが解放されるみたいな感じだから、そのアクション性によってストーリーがいろいろ変わってくるっていうのはなかなか面白いなと思って、うん、ちょっと、その辺アーマードコアみたいなね、昔のアーマードコアのミッション性みたいな感じのがあって面白いかなと思うんだけども、
いや、もうとにかく楽しみですね。もう映像もすごくやばいし、とてもね、ヒューマンフォールフラットを出してる会社が出してくるゲームとは思えなかった、最初。びっくりしましたね。全然違うじゃんとか思ったんだけど。まあでも、テヨンって会社は、他にもバトロワー系のゲームとか、FPS シューターのね、ゲームとか結構出してますんで、まあ、そっちの方のね、技術を全部使って、ターミネーターですよ。もう、今度ね、プレデターもね、2020年出るし、もう楽しみでしょうがないね。私の好きな映画も、片っ端からどんどんゲームになっていくね。こう今年来年で。やばい。もう次はね、あれだね。もうエイリアンはゲームになってるけど、エイリアンのね、もうちょっとアドベンチャーシューターチックだね。エイリアン VS プレデターみたいなゲームね。ぜひね。あんだけど、古いのね。もうまあ最新の感じのでね、いい感じので出てほしいなと思うんですよね。あとはね、この武器類がなんか知らないけど、私ツボなんですよね。なんか知らないけど、この武器、ターミネーターのこのゲームの武器好きですね。サイトとか、レーザー光線とかの感じ。何かが違うんだ。近未来戦のね、ゲームとかいっぱいあるんだけど、FPS のゲーム。そっちの方はあんまり好きじゃないんだけど、このゲームの、これ、この武器好き、なんか知んないけど、なんか知んないけど、私、ツボですね。この、ちょっと古き良きメカ感、もっさりした感じの、もっさりした感じの銃器がね、なんかいいですね。非常に楽しみです、私、これ。で、発売日がなんと2019年年内の12月3日なんですね。海外発売なんですけれども、プラットフォームは PC、Steam と PS4 と Xbox One、 この3つで同時に発売されるそうです。海外ですけどね。日本語化のところは分かんない。 PC の Steam 見たんだけど、 Steam のページ見たんですけれども、対応言語とかつか、そもそもページがまだないです。だからちょっとね、隠されてるのかなみたいな、サプライズ的に用意してるのかなみたいな感じはあるんだけれども、どうしてまだ Steam に出てこないのかは分からないですね。だから日本語対応は多分ない感じだと思うんですけども、まあ、でもテヨンは日本にも東京にも支社があるぐらいですから、日本語対応あるかもしれない、ワンチャンあるかもしれないんで、その辺はねちょっと様子見かなみたいな感じなんですけども、ない場合はまあうちで日本語字幕つけてね出していこうとは思いますので。でも海外先行発売っていうのに日本語対応してないっていうのはどうなんだろう、あるのかな、わかんない。 PS4 版は対応してるけどとかあるかもね。過去の例からいくと、テヨンじゃないですけども、他のゲームでね、 PS4 版は対応してたけど PC 版は対応してなかったとかね、あるんで、ちょっとどうなるかわかんない。まあなんか新しいニュースがね入りましたら、引き続きねすぐにお知らせしたいと思いますので、まあよかったらチャンネル登録の方とかね、よろしくお願いいたします。あとはツイッターの方とかでもね、ちっちゃいニュースだったらツイッターの方で報告したりしてますんで、ツイッターのフォローの方よろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きターミネーターライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。